セクション J17-10 カズノミヤ効果、まあ、カズノミヤ効果っていうのは簡単に言うと天皇家と将軍家が結婚で合体しますよ、公武合体ですね。でこの公武合体までの流れを確認しておくと、安倍挙国一致体制がありました。ところが時間不足などがあって E が一人で決めちゃって、 E がまあそういった連中をどんどん弾圧していくわけですね。安政の大獄、それに対して E を殺しました。桜田門外の変、やっぱりもう一回みんなで話し合うべきでしょうっていう、この挙国セカンド、挙国一致セカンドっていうのがこの公武合体カズノミヤ効果と考えてください。井伊直弼暗殺後、老中の安藤信正がカズノミヤ効果を進めますと。尊王攘夷派による桜田門外の変から幕府先生、幕府が全部一人で決めていくっていうのはなかなか難しいだろうと。一方で尊王派にどれだけ寄れるかというと、いや寄れないと。軍事を担当する幕府からすると、まあ、攘夷って言ってもその武力攘夷は難しすぎると。開国やむなしと。で外国人嫌いの孝明天皇は無許可に対してむっちゃ切れてて母語の密勅を出してると。この母語の密勅っていうのは、まあ、天皇がじゃあ、はい、君を征夷大将軍に任命するって言って征夷大将軍が他の、武将たちを扱うような基本的な仕組みがあるんですけども、母語の密勅っていうのは天皇が将軍だけじゃなくてこの下の方にまで直接指示を出してしまったわけですね。でこれ指揮命令系統の混乱だと、将軍を飛び越しているということで良くないと、まあ、それぐらい天皇の側が怒っているというのはあったわけですよね。で1856年安政3年、堀田正義は勅許を得れなかった。これこの時間不足のちょい前なんですけども、ハリスが通商条約結んでよって言った時に京都まで行ったんですけども、うんと言ってくれなかったと。まあなんとかこの攘夷派を抑えるために、まあその象徴的トップにいる天皇と仲良くすることによって、まあ尊王攘夷派を抑えることができないかなと。で孝明天皇には、いや攘夷はゆくゆくやりますと、とりあえず一旦開国して武器なんか買ってそこで軍事力つけてから以前のような状態に戻しますのでっていうようなことで、それを約束してくれるならば妹を江戸に送ろうってことになりました。これはカズノミヤ効果です。一旦ここまでは成功と言っていいでしょうね。ところがこのカズノミヤ効果に対してカズノミヤ様を政治に使うなんて幕府は許せんっていう連中がいるわけですよね。過激な尊王攘夷派がいて、で東海道を通るとやられやすいから、まあすげえ山道通っていきましょう、木曽路をと、中山道をと。これ僕乗ったことないから分かんないですけど、カゴに乗ってても坂道は相当辛いらしいですね。カゴに乗ってる時にこう紐がぶら下がってるんですよね。あれでこう体をこう支えるんですけども、坂道になるとそれをなんか結構がっつり握らなきゃいけないからきついみたいですけどね。でこの安藤信正許せんと、和宮様を政略結婚に使いやがってと言って、水戸の脱藩の士、また水戸ですよ。もう水戸は尊王攘夷すごいですからね。水戸学ですからね、後期水戸学。大日本帝国の精神的支柱は水戸ですからね。で坂下門外の変が起きますと。いや安藤信正は無事だったんですけども、背中に傷がある、つまり部下を見捨てて逃げようとしたんじゃないかと、武士としてはよろしくないだろうということで失脚ですね。ということで幕府主導の公武合体には限界性があり、まあ、結婚はしたものの、この先を考えてた安藤信正が失脚したために、この後やる文教の改革というのがあるんですけども、それは天皇側が、まあもっと言うと薩摩側が言った条件にほとんど従うことになるんですね。でちょっとここで議論したいのは安藤信正の失脚に関して議論したくて、でちょっと幕府の主要な人物を言っていきますけども、安倍政宏病死で堀田に関しては天皇から許可得られなかった、何やってるんっていうことで失脚で、この安藤も背中の傷で失脚なんですよ。で失脚が多いんですよね。でなんでこんなことが起きるかというと、こう江戸幕府って老中たちの話し合いによって決めていくわけですよ。普代大名が老中になってと、もっと言うとこう大企業で形だけのオーナーのこうせがれとか子孫がいて、重役連中がいるわけですよ。 でみんな自分がこの中で力を持ちたいと思ってるわけですよ。でなんかミスすると、あミスねって言ってこうみんなでこう引っ張っちゃうっていうことで、背中に傷があるじゃんとか、お前天皇と交渉したけどもうまくやれんかったじゃんっていうことで追い出していくわけですよね。つまり人材が育たないですね。ちょっと話変わりますけども、
がっつり、僕嫌いですよ、今から言う話嫌いですよ、がっつりオーナーがいて、本当に創業オーナーがいて、子供が後継ぎますと。で、子供がミスっても、いや、この会社は俺の会社だしと。俺の一族の会社だしと、文句あるのと。確かに息子ミスったけどっていうのは、これ僕はムカつくんですけども、これで一定程度成長するっていうことはあるわけですよ。こっちの場合は、もうちょいミスしたら、すぐ、はい、失脚出てって、で、次俺かなってみんな狙ってるので、なかなかこう、長期的に人材が育たないって話なわけですよね。幕末通して最後までいた幕府側の優秀な人材で多分、後でやる松平かたもりしかいないのかなと僕思うんですよね。で、公武合体しました。で、まず旦那の方は将軍家持ちですね。先ほど軽視問題で揉めて一応勝った若い義時ですね。で、この人若くして天皇の妹と結婚することになったんですけども、若くして死んじゃうんですよ、二十歳で。で、第二次長州征伐、まあ第二次長州征伐まだ説明しないですけど、ああもうだいぶ幕末も幕末だなっていうイメージありますよね。まあ1866年なので大政奉還、幕滅亡の前年ですね。で、孝明天皇自体も、まあ、1867年に亡くなるんですよ。で、何が言いたいかというと、その、政略結婚って、その、結婚した当事者が死んだらもう終わりって話なんですよ。人間って極めて不安定なので、だから政略結婚って、極めて次元性が高くて、かつ不安定。まあ、頑張りましたよ。その、安藤信正は僕は思うに。しかしながら、すぐ死んじゃうんだもん。両方とも。で、すぐ死んだら、もう、その後すぐ、幕滅亡なので。まあ、歴史にもしはないけど、もし、家持ちが義時が結構長生きして、孝明天皇も長生きすれば、もうちょっと幕府は持っただろうなと思います。だから、政略結婚をするとした場合、相手側の体が頑丈であれば有効ですよね。次元性が、不安定さがなくなりますよね。政略結婚っていうのは、その、難しいなと思います。頑丈なもの同士じゃないとっていう。セクション J17-10 和宮効果終了です。